取れるということです。さて今日の山口県内ですけれども、安定した晴れとなりそうですね。雲の発生も少なく秋晴れとなる見込みです。降水確率昨日に引き続き1日を通して 0%、 洗濯物は干したままお出かけしても問題なさそうです。時刻は間もなく7時54分です。今年もやってきました、山口合同ガスのガス展。今週末金土日は下関海峡メッセと徳山地場産センターで開催中。おかげさまで100周年、これからも地域とともに山口合同ガス。まずは試し読み1週間無料、0120-434381、 0120-よみよみはいまでお電話を。日産プリンスで買ってよかった、みんなにそう思ってほしい。だから車を売ったらおしまいじゃない、そこがスタートラインだ。レディーゴー、日産プリンス山口。新型デイズ誕生、週末は日産プリンス山口へ。こんにちは、 LP ガスです。LP ガスのエコジョーズ、環境と家計に優しいエコが上手な給湯器。綺麗なお湯がたっぷり、あなたの暮らしをますます快適に。お台所に、お風呂に、暖房に、 LP ガスのエコジョーズ。詳しくはお近くの LP ガス販売店へ。FM 山口モーニングストリート、あなたからのメッセージリクエストは E メールアドレス mst@fmy.co.jp でお待ちしています。ここからの時間は東京のスタジオより JFN ニュースハイライトをお届けします。おはようございます、小林千鶴です。今朝のニュースをお伝えします。 JAXA宇宙航空研究開発機構は昨日、小惑星リュウグウに向けて飛行している無人探査機はやぶさ2が地球に接近して加速するための最初の軌道修正に成功したと発表しました。 JAXA によりますと、昨日午後およそ4秒間の噴射を行い、軌道は正常に修正されました。状態は良好だということです。世界各地で高級ブランドの宝石ばかりを狙うことで有名な女泥棒が逮捕されました。ペイン容疑者85歳は60年以上にわたりカルティエやティファニーなどの宝石合わせて200万ドル、日本円でおよそ2億4000万円相当を盗んだとみられています。ペイン容疑者についてはドキュメンタリー映画も制作され、盗みに入って手ぶらで帰った日はないと豪語したという話も伝わっています。アメリカのネブラスカ州オマハで33歳の女性が真夜中に動物園に無断で立ち入り檻の中の虎を撫でようとして手を噛まれ大怪我を負いました。当時はハロウィーンの夜で、女性は酔っていたか薬物の影響があり、捜査当局から不法侵入の疑いに問われています。以上、今朝のニュース、小林千鶴がお伝えしました。アメリカン SUV フォードエクスプローラーがモデルチェンジ。山口市大内、フォード新山口、またはホームページへ。
中小企業事業主の皆さん、小さな負担で大きな保証のハートピア共済です。月々450円からの掛け金で働く皆さんの安心をサポート。お問い合わせは山口県勤労福祉共済会へ。ディスカバーエルクホームズ、来る11月14、15の2日間県下一斉大見学会を開催。住まいづくりのあれこれをぜひご体感ください。詳しくはお近くのエルクホームズへ。きっと我が家の夢が見つかります。エルクホームズ。高校生の頃の私は誰にもできないことをしたいといつも思っている少女でした。私は今世界で初めてのものを開発する研究者になっています。進化する、進化する徳山。燃費とパワーのベストバランス、ボルボプレミアムディーゼル。詳しくは維新公園前ボルボカーズ山口へ。 FM 山口モーニングストリート、時刻は間もなく8時です。再び東京のスタジオよりお届けした後、8時20分からFM 山口の第一スタジオよりご案内します。モーニングストリート、どうぞお付き合いください。村上昌司さん、オートバックスで7億円大還元セール中です。そんなわけ、ほんまや。詳しくは店頭で。オートバックス。8時です。コアラクラブでは抽選で車が当たるキャンペーンを実施中。詳しくはコアラクラブのホームページで。キャンペーン